彼らの最大限の今ガーナのアゴボルシーに先進国の大きなゴミが捨てられている、これを一人で解決するって言い放った時も周りから理解を得られなかったです。絶対に不可能と言われていました。でも今日という日がこの作品群とこれから来るであろう数万人のお客さんたちに伝わっていく、たった一人の行動がもう数万人何十万人に動きが見えています。この目標は必ずガーナに愛を届けること、この利益を全て彼らに捧げること、そしてリサイクル工場を作る、その目標値まで必ずやり遂げるといった意気込みがあります。